おはようございます。速稼塾の久保です。今日の相場解説なんですが、3月10日朝5時56分ですね。ずっと順調にいってましたね。105円の方に向かうんじゃないかなっていうふうに、セル戦略からバイ戦略に1月20日に切り替えました。それからずっとバイで取っていったわけですけども、なんと109円にまでタッチしましたね。そしてタッチした瞬間にちょっとこう下落していったんですけども、この下落がね、私あんまり考えてなかったんですよ。もうちょっと上がるかなと思ってました。そういうふうに昨日もお話ししましたね。まあその辺も絡めまして、相場解説をしていきます。じゃあ画面を切り替えます。はい、デイリーになってますけども、こちらの方大きな上髭を出して、で、上髭を出して陰線ですよね。それまで垂直トレンドと言ってもいいぐらいの波がこういうふうにぐーっと来たわけですけども、ここに来て上に放り投げた球は真下に落ちるが来たのかもしれません。来たのかもですよ。というのが、私はね、この下落一時的なものだとまだ思ってるんですよ。通常はね、この上髭の陰線はもうこれからね、強い下落と考えた方がいいんですよ。ちょっと今のところね、まだ信用できないかなってところですね。では4時間です。4時間の方を見てみますと、こういうふうに上昇が来てネックラインを越えて陰線陽線を絡めまして、また上昇してと、で、陽線だけのこう波が来てですね、で垂直トレンドが来たということでございます。でここでちょっと横ばいに入るよって横ばいに入ったんですけども、弾みをつけて109円まで一気に駆け上っていきました。でここからなんですけども、私ね、横ばいか、まあ上の方に向かうかっていうふうな2択だよっていうふうに、昨日ほとんどね、この2択になるよと、下の方に行くことあんまり考えてないよって言ったんですけども、考えてない方が来ましたね。ということなんで、考え方を変えないといけないなと思ってるところです。まあ昨日エントリーしてなかったんで実害はないんですけども、でも考え方のね、ちょっとこうミステイクというか転換が訪れたかなと思います。レンジに入るよって言ったらここでブレイクした後上に行きました。109円に達したのはここをきっかけにしてからです。それから昨日はちっちゃなね、横ばいが始まるかなと思ったら、すぐに横ばいを抜けて、こちらを頂点につけたわけなんですよね。その後しばらく横ばい、少なくともここと同じぐらいの横ばいが来ると私は思ってたんですけども、それもなくてですね、早めにストーンと落ちてしまいました。で N を書いてさらに下みたいな感じでね、で、言ってみればここのゾーンに引っかかったわけなんですけども、これから考えることはですね、移動平均線を見てもこう突き抜けて下の方に行ってしまうんではないかなってことですね。ですんでここにゾーンがありますよね。ここね、まあ昨日横ばいになったここですけども、一昨日か、これを突き抜けて下に行くようでしたら、ちょっとセル戦略に切り替えていった方がいいかなと思います。でそうではなくて横ばいなり上昇に向かうとしたら、エントリーはしないんですけども、次の展開を考えた方がいいかなってところですね。で調子も良かったんで、ちょっと1日ねエントリー休みましょう。昨日もエントリーしてなかったんですけども、今日もねちょっとエントリーは控えて相場の予測だけしていった方がいいですね。まあ何にせよ、ここをどういうふうに、ロウソク足が反応していくかですね。突き抜けて下の方に行くのか、それとも横ばいなのか上の方に行くのか、ちょっと今の段階では方向性が私も定まりません。すいませんけどね。はい、ということで今日一日は、ちょっと難しいというかね、まだ決断できない一日になりそうです。じっくりとちょっとね、2、3時間に1回見ていくようにしましょう。それでは失礼します。